lg エレクトロニクス lg オプティマス l マイナス 07c ドコモスマートフォンオプティマスブライト l マイナ 07c 後のドコモウィズシリーズオプティマスブライト l マイナ 07c は韓国の lg エレクトロニクスによって開発された。ntt ドコモの第3世代移動通信システム端末である。os は android 2.3。ドコモスマートフォンの一つとして発売され。 2011年冬、モデル発表以降は、どこもウィズシリーズに分類されている。ブライトの名の通り、700の高輝度、IPS 液晶、ノバディスプレイを採用した Android OS を搭載したスマートフォンである。ベースは、同社の主力世界モデル、Optimus Black となるが、Optimus Black の OS が、Android 2.2であるのに対し、本端末は2.3と、 バージョンアップされた状態で発売される。形状は全面タッチパネルのストレートタイプで、表面にはハードボタンはないシックなデザインとなっている。また本機には試供品として別色の背面カバーが同梱されており、ブラックにはブルーとマゼンタホワイトにはライトブルーとライトピンクとなっている。これにより、 保護カバーなどを購入しなくても気分に合わせてコーディネートできるようになっている。通信速度は下り 7.2Mbps、上り 5.7Mbps となっているほか Wi-Fi で IEE802.11bit GN に対応し最大で 150Mbps の高速通信を利用することが可能となっている。さらに 2011年の NTT ドコモ夏モデルのドコモスマートフォンの特徴であるテザリングには対応しており本端末自体がモバイル Wi-Fi ルーターとして機能しパソコンや Nintendo DS、PSP など最大8台まで本端末に接続することが可能となっているワンセグ、おケータイ、赤外線通信といった機能は搭載されていないが電話帳バックアップ 海外対応の GPS、iChannel、ドコモマーケット、メロディコール、ワールドウィング、トルカといったフィーチャーフォンの機能は利用できる。端末の左側面には G のマークが記されたジェスチャーボタンが用意されており、このボタンを押しながら端末を振るなどの動作を行うと指定された機能が動作する仕組みとなっている。 これにより片手操作で、おおむね操作を行うことができるようになる。ブラウザでは、フラッシュプレイヤー10点に JavaScript、HTML5 がアドオンされており、フルブラウザのサイトの閲覧が可能となっている。メールにおいては、Gmail や Pop、imap のメールがサポートされているほか、 i m o d e メールと同じ at.docom.ne.jp のプッシュ型のキャリアメールが利用できるように sp モードアプリがプリインストールされている sp モードメールではデコメールの送受信も可能となっている gmail においては複数アカウントでプッシュメールが利用できるまた音声入力メールが対応しているその他にタグメールという様々なデコメ素材や デコメー文字を使い、SP モードメール以外でも、デコメールの作成、送受信でできるアプリケーションがプリインストールされている。L-07C と PC を、Bluetooth や、USB ケーブルで接続し、PC の画面で、L、L-07C を操作できるためのアプリケーションで、ある、LG On、スクリーンフォーンが、利用可能となっており、パソコン上で、 L-07C のメールの作成ができたり、ファイルをドラッグドロップで移動させたりできる。また、L-07C 上のメモなども直接 PC で編集することも可能となっている。Android OS 用のアプリケーションマーケットである、Android マーケットが利用可能であり、20万を超えるアプリケーションの中から自由にアプリケーションをインストールできる。その他に、 NTT ドコモが提供するドコモマーケットからもアプリケーションをダウンロードができる。なおこれらの中で日本円に対応したアプリケーションでは携帯電話料金課金に対応している。その他にオプティマス向けのアプリケーションや電子書籍のマーケットである LG ワールドがプリーインストールされている。その他に30を超すウィジェットがプリーインストールされている。 L-07C 取扱説明書213ページ対応プロファイル HFP, HSP, OPP, SPP, A2DP, AVRCP, p b a p FTP ありがとうございます。